チャプルテペク城は、メキシコシティのチャプルテペクの丘の頂上にある宮殿。チャプルテペクとは、ナワトル語で、バッタの丘の場所を意味する。歴史学者、ジェームズ・カイエルトンは、チャプルテペク城について、世界中の何者も美しさにおいて、これを超えることはないと書いた。チャプルテペク公園の入り口に位置し、標高は2325メートルである。 チャプルティペク城とイトゥルビで宮殿以外に北、アメリカに王宮はない。アステカ時代にはチャプルティペク農家は聖地とされていた。チャプルティペク城はスペイン植民地時代に福王の夏の住居として作られた。メキシコの独立後、1841年から軍事学校、1864年から1867年まで、 メキシコ大二帝政のマクシミリアンの工具、1884年から1935年まで、メキシコ大統領官邸、他に天文台などいくつかの用途に用いられたが、1940年代以降は、国立歴史博物館として使われている。1880年頃のチャプルテペク城植民地、時代、チャプルテペクの丘の頂上に修道院が建てられていたが、 福王マティアス・デガルベスはその後に新しい宮殿を作ることを命じた。しかし実際の建築が始まったのはその子の福王・ベルナルド・デガルベスの時代に入ってからだった。建設担当者はフランシスコ・バンブテイとマヌエル・アグスティン・マスカロだった。しかし福王・ベルナルドは1786年11月8日に休止した。ベルナルドの没後。 スペイン王室はそれまでにかかった費用のイチゴの価格で競売に出したが、改定がつかなかった。最終的に1806年にメキシコシティ政府が購入した。ニーニョスエロエスの像メキシコ独立戦争中と戦後しばらくの間、チャプルテペク城は見捨てられていた。1833年になって士官候補生の訓練のための軍事学校とすることが交付され、 1843年に開港した。この目的のためにカバイエロアルトと呼ばれる塔の建設など、いくつかの改造が加えられた。1847年9月13日、米北戦争のチャプルテペクの戦いにおいて、チャプルテペク城がアメリカ軍の手に落ちようとした時、6人の士官、候補生が命を落とした。城の入り口の天井には彼らを称える。 大きな壁画が描かれている。アメリカ海兵隊の海兵隊参加は、チャプルティペクの戦いとそれに続く、メキシコシティ占領を称えて、モンテズマの間からで歌い出すが、これは、史実と矛盾しており、チャプルティペク城は、モクテスマ2世の時代より200年以上後に、スペイン人の統治者によって建てられたものである。チャプルテペク城への突撃では、多数の士官、歌士官が戦死した。 ここの軍事学校出身であるミゲル・ミラモンが大統領だった1859から1860年の間、チャプルテペク城は初めて臨時の大統領官邸として使用された。この時2階にいくつかの新しい部屋が作られた。マクシミリアンの進出1864年、メキシコの保守派がマクシミリアンを招いてメキシコ大に訂正が始まると、 チャプルティペク城はミラワイエ城と呼ばれ皇帝と皇妃カルロータの住居になった。皇帝は建物を改築するためにヨーロッパとメキシコの建築家を招いた。建物は新古典主義建築様式でより工具らしく作られた。植物学者ビルヘルム・クネヒトは屋上庭園の造成を担当した。皇帝はヨーロッパから大量の家具や美術品などを輸入し、 それらは現在も展示されている。当時、城はメキシコシティ郊外に位置していた。マクシミリアンはウィーンのリングシトラーセやパリのシャンゼリゼ通りなどのヨーロッパのブールバールを見本として、皇宮都市の中心部を結ぶ直線的な大通りの建設を命じ、皇妃ーー通りと名付けた。1867年にベニート・フアレス大統領によって共和制が復活し、 フランスの侵略者を排除し、メキシコ保守軍に勝利すると、通りは、メキシコの改革を称えてレフォルマ通りと解消された。ジャプルテペク城、内部1867年に、メキシコ第二帝政が崩壊した後、建物は使われなくなった。ポルフィリオディアス大統領時代初期の1877年、ここに、メキシコ初の国立天文台を設立する布告が、なされ、 セバスティアン・ネルド・デ・テハラ大統領時代の1878年に開館した。天文台には1882年の金星の太陽面通過を観測する目的があった。しかし天文台が機能したのは5年間だけで、1883年には天文台はタクバ、宅場屋のかつての大司教の住居に移転し、チャプルテペク城は再び再び軍事学校として使われた。 軍事学校は1914年まで存在した。建物はマヌエル・ゴンサレス大統領時代の1882年以前に夏の間の大統領の住居として使用された。ディアス大統領は年間を通して大統領官邸として使用した。ディアスはエレベーターを備え付けるなど城を近代化した。1896年にはここでメキシコ最初の博覧会が開催された。 メキシコ革命で1911年にディアス政権が倒れた後もチャプルテペク城は大統領官邸であり続けたが、ラサロ・カルデナス大統領は1934年にメキシコ大統領官邸をロスピノスに移し、その後、チャプルテペク城が官邸として使われることはなくなった。1939年2月3日、カルデナス大統領は チャプルティペク城を国立歴史博物館とする方を交付した。かつての国立考古学、歴史、民族史博物館から歴史に関する所蔵品がここに移された。博物館はマヌエル・アビラカマチョ大統領時代の1944年9月27日に開館した。ありがとうございます。